ですね。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。
菊の興奮冷めやらぬ淀の舞台12頭がスタートの瞬間を待っています。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。ラキシスが先手を取りました。プーラブライト、カタノプリンセス、好位置をマークしました。そして4番手に1番名称マンボであります、マリアライトがかわしていきました。それから4番クイーンドリング、ヌーボレコルト、外を通りまして9番パッチングスピーチ、それからもう1頭11番ルージュバック。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、その外12番シャトーブランシュ、内から1頭2番ノボリディアーナ、しんがりからスマートレイヤー。もう一度先頭から行きますと、これが先頭ラキシスであります。そして1番人気のカタノプリンセス、うまくいっているんではないでしょうか。その内からは3番プーラブライト、それから離されましてマリアライト、そのうち1番名称マンボ、そしてその後ろからクイーンズリング、パッチングスピーチ、そして内からはヌーボレコルト、ルージュバックがその後ろ、外を通って12番シャトーブランシュ、内を通ってスルスルとノボリディアーナが上がっていきました。6番スマートレイヤー、これがしんがりであります。依然先頭ラキシス、カタノプリンセス、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。そして外からは3番プーラブライト、さあ京都競馬場は大歓声であります。カタノプリンセスは2番手、このまま抜け出すか。先頭はラキシス、ムチが飛んだ、ルメールとタッチングスピーチ、3番手にタッチングスピーチ、先頭レブーロとカタノプリンセス、外を通ってタッチングスピーチか、タッチングスピーチが差を詰めてくる、外からタッチングスピーチ、内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。レースを終えた馬が戻ってきました。
エストを達成しました。ご用でしょうか。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。Thank you.
1年を締めくくる交流重賞東京大賞典、まもなくスタートです。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはポパノリッキー。大方の予想通りであります。2番ハッピースプリント、7番カタノプリンセス。外から行こうというところ、内を通って1番サミットストーン、その外ヘイアイレオーネ。12頭が第1コーナーに向かいます。北高タルマエがその後ろ、ユーロビート、サウンドトゥルーがそのうちにいます。外を通って12番ワンダーキュート。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー内を通りまして11番ナムラビクター、それから離されまして5番グランドシチー、しんがりからプレッティオラス。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭コパノリッキー、かなりリードしています。縦に長い展開になりました。この辺りちょっと離れているカタノプリンセス、そして3番手にヘイアイレオーネ、その後ろでやりましょうか。1番サミットストーン、12頭が第3コーナーに向かいます。それからもう1頭2番ハッピースプリント、その外スーッと北高タルマエが上がっていきました。その後ろ3馬身くらいあってサウンドトゥルー。大歓声が上がる大井競馬場、大歓声が上がる大井競馬場。カタノプリンセスは2番手、このまま抜け出すか。先頭はコパノリッキー、かわしたカタノプリンセス。先頭、さあ先頭はカタノプリンセスが1馬身リード、大外から強襲ワンダーキュート。さあ抜けました、カタノプリンセス。外から1頭ハッピースプリント、カタノプリンセス1着。さあ新たなる領域へ、一体この馬を止める馬が現れるのでしょうか。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。